こんにちは、ビルネスキッチンの関口彩子です。今回はつけるだけチャーシューをご紹介します。材料はこちらです。豚ブロック肉です。これは今回肩ロースを用意しています。豚バラブロック、そしてもものブロックなどでも結構です。塊肉です。で、大きさは大体 500g 台のものを用意しています。お肉を茹でるとき使うもの、ネギの青いところ、そして生姜です。あとは漬け込みの液なんですけれども、お醤油、鶏ガラスープ、塩、水、そして干し椎茸、生姜、ニンニクになります。今回はお醤油ベースなんですけれども、お砂糖一切入れません。その代わり旨味の元になる鶏ガラスープとか椎茸とか、そして香りの野菜などを使って漬け込んでいきます。作り置きにもとっても便利です。ぜひ最後までご覧になってください。はい、準備ですけれども、まず豚肉を茹でていきます。生姜を適当に輪切りにしておきます。はい、ネギもこのまま使っちゃえばいいですね。で、あとお肉は今回ちゃんともうネットに入ってますので、このまま使いますが、もしないものであればタコ糸を回して縛ってあげるとお肉の型崩れを防ぎます。はい、お肉がちょうど入るぐらいのお鍋を用意します。お肉がしっかりかぶる程度のお水を入れて、で、生姜とネギを入れます。あとはもうひたすらお肉が柔らかくなるまで煮ていくんですけれども、このぐらいの大きさですから、だいたい2時間から3時間程度時間をかけて、ほったらかしで結構ですので茹でていきます。もし圧力鍋をお持ちの方は、圧力がかかってから約10分程度加熱していただくとちょうどよく柔らかくなると思います。それでは漬けだれの準備をしていきます。このような保存袋をまず用意します。で、この中に調味料や香味野菜などを入れて、直接お肉を入れて漬け込んでいくという感じです。で、まずね、旨味成分が出る干し椎茸を砕きたいんですけれども、この袋の中に入れて、で、棒で叩いてしまうと袋が切れてしまったりするので、これはもうまな板の上に乗せて、で、飛び散らないようにラップなどを上にちょっと覆って、このような状態にしておいて綿棒などで叩くといいと思います。はい、ざっくり細かくなれば大丈夫です。これからちょっと液体が入りますので、このようなボウルにとりあえず保存袋をこう入れておいて、で、この中にどんどん調味料を加えていきます。ニンニクです。ニンニクは半分に切って、で、包丁の腹を使って軽く押しておきます。生姜は薄切りです。今こんな感じですね。椎茸、生姜、ニンニクが入っています。で、ここに調味料とお水を加えていきます。お醤油は大さじ3入ります。お水 80cc です。鶏ガラスープの素が入ります。そしてお塩が入ります。はい、これだけです。お砂糖とか甘みのものが一切入らないので、非常にね、すっきりした味わいなんですね。お肉を漬け込んだ後に余った場合、チャーハンなんかのね、味付けにもすごく役立つんですよ。で、これ前回ね、作った時のものなんですけれども、冷蔵庫にね、このように保存しておくと、ちょっと炒め物なんかのね、味付けにはすごく美味しくなりますので、ぜひ使い終わった後の調味料なんかも活用していただくといいかなと思います。豚肉の方を茹でているお水が沸騰してきました。アクが浮いてきますので、この辺のものは適当にちょっと取り除いて、あとはコトコトとひたすら煮ていきます。あとはね、ほったらかしでも大丈夫です。で、こちらの動画とは別に、ほったらかしチャーシューという炊飯器で作るタイプのチャーシューも動画がありますので、ぜひご興味があったらご覧になってください。肉の方、差し水をしながら、だいたい今2時間半ぐらい茹でたところになります。では一回火を止めます。はい、で、こちらですね、先ほど調味料とか全部香味野菜入れておいた漬け込み液ですね、こちらの中にお肉を熱いうちに入れていきます。
限りなく少ない調味料でお肉に味をつけていきますので、密閉するようにして空気を出して、そして袋の封を閉めていきますね。このような状態で漬け込みます。はい、それでは漬け込んだお肉を取り出してみます。放置で3時間ぐらいでもいけちゃうかもしれない。はい、それでは切ってみます。あ、もうお肉がねすごく柔らかくなってて、味もしっかり染みていますね。お肉を漬け込んだ後の漬け汁なんですけれども、これはゆで卵を入れて漬け込んでおくと美味しい煮卵ができますので、ぜひそちらもお試しください。はい、それではお味見してみます。うん、本当にお肉が柔らかくてちょうどよく味も染みています。ちょうどね3時間ぐらいなんですけれども、割といい感じで染みています。もっと長く漬け込んでおくとどんどん味は馴染んできますので、お好みのあたりで召し上がってみてください。今日は肩ロースを使っているので、適度に油も入っているので割といい感じで柔らかく仕上がっています。お肉の部位は豚バラ肉とかももとか、お好みで使い分けてみてください。お砂糖一切入れてないので、とってもご飯のおかずには合いそうです。このままでもいいし、ラーメンに入れたりとか、あとチャーハンにしても美味しいと思います。ぜひ試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。ウェルネスキッチンでは食を通じて美容と健康に役立つ情報をどんどん配信していきます。チャンネル登録をしていただくと、動画が配信されるとすぐにお知らせがいきますので、ぜひお願いします。ご質問やご感想などもコメント欄に書き込んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。